船戸おじさん。小学校4年生の夏休みのことで、今でもよく覚えてる。川と古墳の堀を繋いでる細い用水路があって、そこで一人で船釣りをしてたんだ。2メートルほどの延べ竿に唐辛子浮き仕掛け、釣り餌は赤虫という、ミミズの小型版というか、真っ赤な蚊の幼虫を使う。3時頃から始めたんだけど、いつになくたくさん釣れるので面白くてやめられなくなった。用水路に仕掛けを振り込み、浮きが立つやいなやひったくるような乱暴なあたり。これが続くかと思えば、先ほどまでの校長が嘘のようにパタリと浮きが沈黙し、しばらくするとまた申し合わせたかのように良い当たりが連発する。釣りというのは釣れていない時もそうなのだが、それ以上に釣れている時こそやめ時を見失う。幸か不幸か釣り餌の赤虫は餌持ちもよくまだたっぷり残っている。だんだんあたりが薄暗くなってきて、日の長い時期なので7時近かったと思う。ビク、かっこ釣った魚を入れておく竹かごにはもう十分な数の船。大量と言って異常化だった。そろそろ帰らないと怒られるな。もう一匹だけ釣ったらやめようと思っていたら、ガサガサとヤブを踏み分ける音がして、河原の竹の高い草の中を何かが近づいてくる音がする。人が通るような道はないので、動物かと思ってちょっと身構えたが、出てきたのは自分の父親より少し年上くらいのおじさんだった。おじさんは神主さんの服装に似た上下白の着物を着て、顔は大人なんだけど小学生の自分と同じくらい乗せた毛で、頭に黒くて長い帽子をかぶってる。それが烏帽子というものだとは後で知った。怖いという感じは全然しなかった。おじさんはニコニコ微笑んでいてとても優しそうに見えたから。おじさんは体についた草の葉を払いながら、坊や、釣れるかい?と聞いてきたので、はい、釣れます。と素直に返事をした。烏帽子のおじさんは、ちょっとお魚見せてくれるかい?と言いながら歩み寄ってビクを引き上げ、ほう、大量だね。いくらかもらってもいいかな?そしてこちらの返事も待たずに、ビクの中から一番大きい船を2本指で挟んでつまみ上げ、いただくよ。と、両手で抱えて頭からかじり始めた。バリバリと骨の砕ける音が聞こえてくる。おじさんは、いいなぁ、いいなぁ、生臭いなぁ。と、歌うようにつぶやいて、頭のなくなった船を草の上に捨てた。自分が呆然と見ていると、殺生だよ。殺生はいいなぁ。いいなぁ。と言いながら、ビクの上にしゃがみ込んで、今度は両手を突っ込んで2匹の船を取り出すと、こちらに背を向けるようにして、交互に頭をかじり出した。やっぱりバリバリゴリゴリと音を立てて頭だけ食べている。生臭い匂いが強くした。魚を捨てると立ち上がってこちらを振り向いた。ニコニコした顔はそのままだが、額と両側の方に、船の頭が生えていた。船はまだ生きているようで、パクパク口を開けてる。あまりのことに思わず、ああ、と声を上げてしまった。ここから逃げなくちゃいけないと思ったが、体が動かない。おじさんは動物のような動きでひとっ飛びで自分のそばまで来て、両の肩にその手をかけて、生臭い声で言った。坊やも、もらっていいかな?思わず身をすくめると、同時におじさんの方も弾かれたように飛び離れた。そしてこちらを見て不審そうに首をかしげ。坊や、心得があるねえ。どこかにお参りに行ったかい?そういうおじさんの顔から目を離せない。すると急におじさんの顔が黒くなり、吠えるような大声で、どっかにお参りに行ったかと聞いてるんだ。と叫んだ。蹴押されて、この間、お祭りで、おみこしを担ぎました。と、なんとか答えると、おじさんは元のニコニコ顔に戻って、そうか、おみこしねえ、ふん、残念だな。じゃあ、20年後にまた来るよ。ごーっと強い風が顔に当たって、目をつぶってもう一度開けると、
おじさんの姿はなくなっていた。体が動くようになったので釣り道具を全部置いて家に逃げ帰った。家族にこの話をしたけど、何おバカなことをという反応だった。母親が変質者かもしれないと少し心配そうにしたくらい。翌日、中学生の兄と一緒に昼前に掘りに行ってみたら、釣り竿なんかは草の上に投げ捨てられたままになっていた。ただ、陸に近づくとひどい匂いがして、中はドロドロになって、あたりの水面に油と魚の鱗が浮いていた。その後はその古墳の堀には近づいていないし、特に奇妙な出来事も起きていない。あの烏帽子のおじさんは一体何者だったのか、古墳と関係があるのだろうか。すべては謎のまま。ただ、もうすぐあれから20年になるんだ。ばあさんは猫が好き。日頃から金縛りや柳が多い私の部屋。この前も眠りに落ちる寸前、金縛りにあった。よくあることなので気にしないで眠ろうとしてたら、いつもと違う。なんか上に乗ってる気がする。これは初体験だったのでものすごく怖かった。頭の中でお経を唱えたりしてたけど効果なし。恐る恐る目を開けてみたら、横からばあさんに覗き込まれてた。祖母とかじゃない知らないばあさん。ひーって思って目を閉じようとしたら、ばあさんが私の上から何かを持ち上げて、私に見えるように抱え直した。ヌコだった。私の上に乗っていたのは、ヌコだった。かわいくね？このヌコかわいくね？やばくね？みたいな笑い顔を浮かべた後、去っていった。ヌコはばあさんの腕から抜け出して壁を抜けてったけど、ばあさんはヌコを追って思いっきり壁にぶつかってよろけた後、ドアから普通に出ていった。そしてばあさんが壁にぶち当たった、ダンって音が、普段の柳と同じ音だった。住んでるのかな？しかもヌコ飼ってるのかな？ばあさん普段から壁に当たりまくってるのか？猫飼い始めましたっていう挨拶だったのかね。金縛りさえなければなんかほのぼの。霊感なので、こんなにも霊感ある人がいるのに驚く。こんなほのぼのなら体験してみたいな。金縛り中に知らないばあさんの霊にヌコ自慢されたものです。昨日信じられないことが起こったので書き込ませてください。相も変わらず柳がひどかったんだけど、あれ以来またばあさんが壁にぶつかってるんだろうと考えてまるで怖くなかった。金縛りももともと慣れてるので、昨日眠る時に体が動かなくなったけど放置。が、頬をペチンペチン叩かれてる感じがして目を開けたら、あのばあさんが、ちなみにヌコはいませんでした。目は開けれるけど体は動かない状態の私を見下ろして、ばあさんは超笑顔。しばらく見つめ合った後、ばあさんはおもむろに私に背を向け壁の方へ。もう一度私に振り返って得意げににやりと笑った後、壁をすり抜けていなくなった。それからやなりは収まりました。こんなことってあるんだね。ぶつからずに壁をすり抜けられるようになったから自慢しに来たんじゃ。それで出て行ったのかも。またひょっこり猫連れて現れそうだけど。ちゃんと壁すり抜けができるようになって、ばあちゃんよっぽど嬉しかったんだろうな。なんすれ構えで知らないばあさんの霊に、猫自慢されたり壁を通り抜けられるようになったことを自慢されたりしたと書き込んだものです。わかる人いるかなぁ。あれ以来めっきり柳や金縛りがなくなって、なんだか寂しささえ覚えていました。そこで、ばあさんに触発されたわけではないですが、実は数ヶ月前から猫を飼い始めました。ばあさんが自慢してきた猫に負けず劣らずの可愛い猫です。愛猫との充実した日々を過ごしていたわけですが、この前、久しぶりに金縛りに会いました。来た？と思いながら私の頭の右隣にいる猫を見ると、明らかに何かを感じているように壁をじっと見てる。
ふさふさの尻尾がパタパタ顔に当たってかゆい。と、壁からばあさんが超笑顔で出てきた。にゃっと。しかも半分だけしか出てきてなくて、壁にめり込んでるみたいに見えるし。両手の指をわきょわきょわきょっと動かす。猫じゃれる。手を壁に引っ込める。猫パンチ壁に当たる。猫楽しい。というやりとりを何回か繰り返した後、ばあさんは猫をなでなでして消えました。ばあさんになでなでされてる時も猫は嬉しそうにゴロゴロ言ってました。ちょっと悔しいです。実は近々、広い家に引っ越す予定なんですが、なんだかちょっと名残惜しい気もします。まさか続報が来るとは、ばあさん成仏してなかったのかよ。バッチリ覚えてますよ。まさかの続報、ありがとうございます。そんなばあちゃん霊なら同居してもいい。幽霊でも生身でも、楽しんだもん勝ちだな。覚えててくれてる人がいたんですね。PC から見たらまとめまでできてて驚きました。友人にこのことを話したら、生前猫好きなのに猫アレルギーで触れなかったとかなんじゃない?って言われました。でも、なんだか本当ににっこり笑って満足そうに壁の中にめり込んでいったので、もしかしたら今度こそ成仏できたのかなーって思います。あんまり笑えなくてすみません。それにしても猫って可愛いですね。猫と暮らすきっかけをくれたばあさんには感謝しています。もう会えなくなるのかと思うと、やっぱりちょっと名残惜しいです。読んでいてこんな言葉があるのを思い出した。猫拾いは、幸せ拾い。